神の独り言です。はい、ではですね、本日9月24日ですね、行われた、J1 リーグ第28節、浦和レッズ戦ですね、試合終わったばっかりなんですけども、ちょっと振り返っていきましょう。まあね、結果、知っての通りなんですが、本パナスタでの浦和戦ということで、まあ、しんどいですね。なんか、振り返るのもしんどいな。結果1対3で、逆転負けと。ということで、浦和レッズには今シーズン、リーグ戦、そしてカップ戦含めて、全部負けたと。4連敗ということで、最終のこの試合が一番正直答えましたね。うん。まあ、ルヴァンの第2試合目も結構きつかったですけど、この試合が一番きつかったかな。というのも、相手が一人退場して、後半数的優位になってからの、逆転。そこから2点取れますからね。はい。いや、この試合一番疲れましたね。ちょっとこれはもうきついな。はい、どうしよう。もう、まあ、ちょっとレビュー、頑張ります。もう、なんていうんですかね。HP が残ってない。はい。まあ、ちょっとこの試合、ちょっと振り返っていきましょう。まず、スターティングメンバーですね。ゴールキーパー東口、そして、前線右から、中野慎也がスタメン入りまして、センターバックが佐藤と福岡、そして左に黒川、この4人ですね。なので、中野慎也がガンバ来てから初スタメンという状況ですね。はい。まあ、ここがちょっと注目ポイントでした。そして、中盤が、3人ですね。山本幸アンカーで、ダワンとファンアラナと。なんかね、ネタラビが、スタメン復帰するかなと思ったんですけれども、まあ、どうもなんか、どうやらちょっと、休みを取らないといけない。なんかまあ、これ、どうしてもね、宗教上の問題らしいというところが、噂としては今あって、それで、ちょっとこの試合は出れないということで、山本幸が、スターティングメンバーの、アンカーに入って、そしてインサイドハーフにダワンと、ファンアラノが入ったということですね。で、右のウィングにメッシの、そして左に、ウサミ、そしてワントップにジェバリというスターティングメンバーでした。まあ、ウサミがあのスタメンにまた入ってきましたね。まあ、左の、はい、ウサミというところですね。まあ、この形悪くないかなというふうには思ったので、まあ、非常にいい、スタメンに関してはこういう感じかなというところでしたね。あと、まあ、控えのところで言うと、ゴールキーパー石川。で、ディフェンスが高尾とコンギョンウォン。で、そして中盤が倉田、そして福田、そして石毛、そしてフォワードに遠山が、フォワードで入ってきました。はい、こういうメンバーになりましたね。はい。で、一方の、浦和の方はスターティングメンバーに関しては、ゴールキーパー西川、ディフェンスが右から酒井、ショルツ、ホイグラーテン、荻原と。で、中盤が伊藤敦樹と岩尾が中盤そこ。そして、右に小泉、トップ下に安井、左に関根、そしてワントップ、ホセカンテという布陣でしたね。で、サブが新江川、岩波、大畑、芝と、臨戦、高橋俊樹、コオロギということでしたね。はい。まあ、試合展開に関してはですね、まあ、ガンバ、先制を、まあね、最初の17分に先制するんですけれども、まあ、そこまでの流れで言うと結構ずっと浦和にエースを握られている状態だったんですよね。で、まあ、ガンバがボールを持つという展開になるかなと思いきや、多分最初の、10分、15分ぐらいに関しては、割とまあ相手にちょっとボールも渡しつつ、エース握らせていった部分もあったんじゃないかなと。で、そこからガンバが、カウンターというところを狙っていってるっていうのが、ちょっとまあ見えたところでしたね。まあただ、まあレッズペースで、まあちょっと前半の方は進んでいったのかなというふうには思ったんですけども、カウンターでね、まあチャンスを、工藤がこう作りそうなところがあったというところで、まあガンバね、非常に、そこはなんか狙いを持っているのか、それともちょっとただ単に攻めあぐねたというか、いい形でボールが奪えなかったのかっていうところなんですけれども、まあおそらくちょっと、最初のレッズのところが、攻撃しのけるかみたいなところで、ある程度ボールを持たせてたんじゃないかなというふうには予想しています。でそこからね、17分に、ガンバの方が先制します。で先制ゴールがですね、左サイド、突破していった、黒川がですね、ペナルティーの端っこのところですね、左端のところで、坂井宏樹に倒されてフリーキック獲得と。でこのフリーキックを、まあね、左45度というところですね、まあ、宇佐美結構得意な角度だと思うんですけども、まあ、宇佐美がね、まあ、そこから直接、ゴールねじ込んで、先制と
ということで、まあ、これ、宇佐美、まあ、スタメン起用はね、答えた、まあ、素晴らしいゴールだったというところと、まあ、なかなかセットプレーっていうところでね、まあ、点取れてなかったんですけれども、まあね、ここでセットプレーで、まあ、しかも直接フリーキックでゴール入ったっていうのは非常にポジティブなところかなというふうに思いました。で、まあ、1点先制したというところでね、その後も、まあ、ガンバ、そして、浦和、まあ、共にね、こう攻撃で、ね、ガンバに関しては、まあ、前半のうちにね、もう1点取っとくっていうところは結構大事かなというふうには思ってました。はい。まあ、2点目入れれば、ガンバに関しては、かなりの確率で勝ててるので、まあ、2点目っていうところは重要になってくるかなと思ったんですけれども、まあ、前半29分ですね。まあ、逆にこうね、宇佐美を使ってる弊害といいますか、左サイドがどうしてもね、狙われるというところで、左サイドのところですね、まあちょっとネガティブのところで、まあ宇佐美のところで最初ボール奪われて、そこからちょっとね、ショートカウンター食らって、で、そこからね、左サイド一回まあボール出たんですけれども、そこから、補正観点にね、ボールが入ってですね、まあセンターバック二人いたんですけれども、まあそこは補正観点のシュートが、めちゃくちゃうまいですね。うん。まあ、リフレクションあったとはいえ、やっぱりあそこでね、うん、決め切るっていう力を持ってるホセカンテっていうのは、やっぱり、ストライカーだな、というふうに思いましたね。はい。で、1-1同点追いつかれて、まあね、2点目本当に欲しかったガンバからすると、まあ2点目が非常に重要なところだったんですけども、2点目取れずに、1-1に追いつかれた、という状況で、前半終了ですね。そして前半終了間際にですね、ファンアロノがちょっとね、足を気にしていて、これどうかなというところがあったんですけども、まあ後半始まるとですね、ファンアロノ交代ということで、まあこれはかなり気になるところですね。うん。ガンバのやっぱ今中心選手ですから、まあファンアロノが、ここで交代で、まあ石毛が後半の頭から入ってきたというところでした。で、後半に関してもですね、まあ立ち上がりに関してはガンバ、レッズ結構一進一退かなというふうに、思ってたところでですね、試合結構大きく動いたのが、後半の14分ですね。まあ、ホセカンテがですね、黒川を、まあ、カウンターのところで止めてしまって、まあ、ユニフォーム引っ張って、まあ、普通だとあれでイエローなんですけど、その後にね、宇佐美にこうね、怒られて、それの、まあ、報復っていうので、まあ、頭突きをかましてしまって、一発退場と。いうことですね。まあ、あれのジャッジに関して言うと、どうなの？まあ、結局、まあ、ホセカンテ一発、そして、黒川にイエローが出たのと、宇佐美にもイエローが出たっていうところで、僕、黒川に出たのは正直よくわかんなくて、まあ、宇佐美に出たのは、まだわかるんですけど、なんで黒川に出たのかは正直よくわからなかったな、というところですね。うん。で、宇佐美に、まあ、宇佐美は、まあ、あれはね、消しかけたっていうところなのかなとは思うんですけれども、そうですね。で、ホセカンテが、まあ、一発レッド出てしまったということですね。まあそこでね、数的優位になったので、ここからガンバいけるかなと思ったんですけれども、まあガンバちょっと数的優位なところで言うと、まあ例えばマリノス戦とかそうですよね。松原退場した後に攻めあぐねて、なんなら、ゴール奪われて負けたみたいな試合もあったと思うんですけど、あんまり数的優位でも勝ててないんですよね。うん。数的優位をあまり、ガンバに関しては、ポジティブ捉えられないなというところがあったので、これちょっと試合は動くんですけど、どうなるかなというところで、逆にまあ、スコルジャ監督が非常に良かったのが、まあ、ガンバのそこのね、数的優位になった、数的優位になったガンバに対して、63分に2枚替えで、小泉と関根に変えて、リンセンと高橋を入れてきたと。これが結構でかいですよね。これができるんかと。うん。一人足りない状況で前の二人を入れてくるっていうね。ここがね、そしてまあ、もう名前言った方がわかる、このリンセンと高橋がですね、結局仕事をするんですよね。うん。そうなんですよ。で、ガンバをこう一人多いにもかかわらず、まあ、1点リードされたね、68分のゴールのシーンで言うと、まあ、リンセンに対して、福岡が食いついて、またこれね、センターがバックのこうギャップを生んでしまって、まあ、福岡がこう食いついて、しかも取れずに、リンセンに裏返されてしまって、その空いたスペースにですね、まあ、ボランチの岩尾が入ってきて、岩尾から右サイドの伊藤敦樹に、出ると。で、伊藤敦樹からピンポイントのクロスが上がって、左から入ってきた、高橋俊樹がヘディングで決めると。いうところはもう、一人少ないチームなのに、やっぱりああいうね、ボランチが前に出てくるとか、
だからボランチの結局岩尾が前に出ている、そして、右サイドに伊藤が駆け上がるっていうところでね、やっぱりそこでね、うん、フリーを生んだボランチの動きっていうところもそうですし、まあ、左サイドに入った、高橋俊樹が左からねこう中に入ってきてね、ヘディングで合わせるっていうところだったんですけど、まあ、中野に当たっちゃったところもあるんですけど、まあ、あの動きも含めて、まあ、さすがレッズ、素晴らしいなというふうに、一人少ない中でね、まあ、リンセンも仕事して、高橋俊樹も仕事してっていうところで、逆転ゴール許してしまったというところですね。はい。いやー、きついですね。で、そこから、まあ、ガンバに関しては、まあ、交代ですね。2枚交代してきて、中野とメシの交代で、誰だ、コンギョンウォンと、あと、コンギョンウォンか。コンギョンウォン、あ、ごめんなさい、福田ですね。コンギョンウォンと福田を入れてきたというところですね。はい。で、もう1枚が、ダワンに変えて、クラターも入れてきたというところなんですけれども、まあ結局85分ですかね、ミスから、失点をしてしまったというところですね。まああれはもう、うん、まあ、まあ人数一人少ない中で、10人で、ガンバが後ろで、ね、ポゼッションした時に、まあリンセンがしっかりこうね、プレスをかけてくるんですよね。で、そこに対して剥がせずに、ミスを起こしてしまった。まあ、石毛が落としたボールが山本幸に合わずに、まあ、こうね、際どいところですよ。合ってれば、まあ、剥がせるところなんですけど、あ、こう剥がせずに、相手にボールを奪われてしまって、リンセンに、最終的には決められてしまうと。まあ、あれだけフリーになっちゃうとね、決められちゃいますよね。はい、ということで、まあ、一人少ない中で二人でね、交代しかもした二人に決められて、2点ゴールされると。いうことですよね。ここがきついな。そして、まあ、87分には宇佐美に代わって、ガンバ復帰戦になった遠山を入れてきたというところですけど、ここの判断もね、僕はちょっと、どうかなというふうには思いました。はい。そうですね。まあ、もうなんだろうな、振り返るのも本当きついですね。このままタイムアップになりましたけれども、ガンバ正直、そんなに決定機も作れなかったですよね。数的有利になってから。シュート8本ですか。イッサム・ジェバリはシュート1本。いやー、きついよ。シュート1本ですか。ジェバリ。きついですね。はい。まあまあ、前半のところで行くと、良かったのが、まあ、宇佐美はもう、まあ、幅取らなくて、ハーフスペースで、左サイドの黒川が空いてたんで、まあ、そこはキーマンになるかなというところだったんですけども、まあ、右サイドのメシノに関しても、この試合は張らずに、できるだけこう中に絞って、まあ、中野のところを開けてたっていうところは結構あるんかなと思ってて、まあ、中のね、人数を厚くして、まあ、4-2-3-1 に結構近い状態で、ファンローナがトップ下みたいな感じですね。ダワンと山本幸がダブルボランチ。で、メシノが右サイドハーフ、宇佐美が左サイドハーフみたいな。まあ、結構ナロー気味の 4-2-3-1 になってたのかなという感じでしたね。なので、まあ、ウィングのポジションには人はそんなに入れずに、スタートポジションを結構ね、ハーフスペース取らすっていうところが、まあ、今回のガンバの狙いだったのかなというふうに思いますね。で、まあ、そこで、サイドで結構数的優位を作りにくいというところだったと思うんですけども、まあ、黒川に関してはそこでね、かなりこうキーマンになっていたし、逆に黒川の裏のスペースを作られるというところもあったんですけども、まあ、そこの左サイドの攻防が結構キーになってたんですけど、逆に右サイドはやっぱ中の、どうですか、ハーフスタメンっていうところで見たら、まあ、20歳っていうね、この選手の年齢とかポテンシャルを考えると、めちゃくちゃすごいと思いますよ。やってることとか、試合出て、これだけのプレーするのすごいなと思うんですけど、そうですね。ここが結局今キーになってるんですよね。今ガンバで言うと右サイドバックっていうところが、まあ、ハンダリク抜けてからなかなかね、高尾でもちょっと正直、難しかった。今中野慎也入れてきましたけれども、まあ、中野慎也もね、まあ、二十歳っていうことを考えると十分なプレーですけれども、まあ、ハンダリクっていうところの、ね、動きができてるかっていうと、そこまでではないかなと。いうところがやっぱりあるかなと思いますね。まあでも、
まだまだこれからの選手、またね、このこれから先で全然良くなってくるとは思うんですけれども、はい、まあ、非常に悔しい試合にはな、本人的にはなったかなとは思いますね。特に2点目の高橋俊樹にすり負けたシーンとかでもそうですけど、あそこはね、絶対に許してはいけなかったし、負けてはいけなかったポジションかなというふうには思うんですけどね。はい。で、まあ、そうですね、スタメンで言うと、宇佐美は非常に良かったかな。メッシのは、まあ、メッシの本来はね、幅取ってた方がいいかなとは思うんですけども、悪くはなかったかなとは思うんですけど、ちょっとメッシのに関しても、もっとね、シュートが必要だったかな。結局、1本ですかね、シュート。のみというところだったんで、もう少し積極的に仕掛けていればよかったかなというところですね。まあ、ファンアラのちょっと気になりますね、でも。はい。で、まあ、センターバックのところで言うと、やっぱ福岡、佐藤っていうところで今スタメンで行ってますけど、ちょっと福岡気になるかな。そうですね。選手票やりましょうか、最後。やっていきましょう。東口、3点3失点ですけど、どうですかね。止めたシュートあったかな、なかったんじゃないですかね。組み立てのところに関しても特に東口気にならなかったかな。なんか最近の負けてる試合とかでもね、東は特に気にならないですよね。はい。センターバック、福岡、佐藤。まあやっぱ福岡は結構やっぱ疲れが見えてるなって感じですね。佐藤よりは僕はそんなに気にならなかったですけど、福岡はちょっとここ数試合で言うと結構疲れてると思うんで、ちょっと休ませてもいい気はしますね。はい。で、中野慎也は、まあ、初スタメンということでね。ちょっとまあ、ミスが、後半に関してはちょっと特に目立ったかなというところですね。で、前半に関しても、まあ、ちょっと、もう少し仕掛けてもいいんじゃないかな、というふうに思いますね。そんなにこうね、もう、なんか失敗を恐れずに仕掛けていくっていうのも全然ありかなとは思うんです。それ以上に多分中が入ってこないのも結構重要なところかなとは思うんですよね。難しいところですね。まあ、黒川は非常に良かったですね。先制にも絡んでましたし。まあ、ガンバの中ではかなりキーマンに後半に関してもなってたんじゃないかなというふうに思いますね。はい。そして、中盤、山本ゆきとダワン。悪くはなかったと思うんですけどね。まあ、ちょっとね、ダブルボランチ気味だったんで、ダワンもそこまで前に出れなかったっていうところもあるんですけれども、ダーワンに関しては、ちょっと、最近こう前に出るっていうところが、まあ少し減ってきたかなというふうには思うので、まあダーワンもちょっと疲れがもしかしたらあるのかなというふうに思いますね。山本勇輝はまあ、全体的にプレーとしては悪くはなかったかなと思うんですけども、まあ前半のね、終了間際にあったシュートのところですね、あのバーに当たったシュートですけど、あの辺のね、シュートが決まり出すと、この選手もすごいなと思うんですけど、そこ決めれなかった。惜しいんですけど、ちょっと決めきれなかったところですね。はい。で、ウィング、ファーラーですね。ファーラーのトップ下で出ましたけど、どうすかね。良かったと思うんですけど、ファーラーのもちょっとでも疲れが出てきて、まあ今回の怪我っていうところもどうかわかんないですけど、ちょっと疲れ出てきてる部分はあるんで、ここは気になるところですね。はい。そして、メッシの。メッシのは、やっぱり、まあ、先ほども言いましたけど、もっと仕掛けてほしい。仕掛け持っているなって感じですね。宇佐美は先制ゴール決めてっていうところで、まあ、先制ゴール以外のところ、例えば、まあ、守備のところだったりとか、ボール奪われた後のネガティブトランジションっていうところの、まあ、悪いところを多分言い出すと、宇佐美は本当、キリがないと思うんですよ。特に守備面のところで。でも、それ以上にもっと多分、もたらしてくれるものっていうのがあるはずなんで、まあ、それがあっての宇佐美かなというふうには思うんですね。ただまあシュートだったりとかちょっと決定的なところはもう少し増やしてほしいなというふうには思いますね。まだまだできますよ。まだまだ点も取れるし、アシストもできるし、もうちょっと怖さを出せるかなというふうには思いますね。はい。そして、ワントップジェバリ。もう正直しんどいですね。しんどくなってきてる。今日の特にホイブラーテン・ショルツに勝てる気は全くしなかったんで、このまま本当に使い続けるのかなっていうのは、ちょっと心配になりますよね。そうやとすると、このままジェバリと、こう、なんていうんですかね、一連卓勝でやっていくんですかね。結構危険な賭けに出てるなっていうふうには正直思いますね。はい。もうちょっと、サポーター側も結構我慢の限界ジェバリに関しては来てないですかね。どうなの？はい。
まあ、特に今回、ホセカンテのあのね、同点ゴールのシーンなんか見てても、ああいうゴール決めれる選手が相手にいると、ああ、やっぱストライカーっていいなと思っちゃうんで、まあ、リンセンなんかもそうですし、高橋俊樹なんかもそうですし、やっぱ得点感覚持ってる選手いると違うなって感じですよね。はい。で、控え選手ですね。コン・ギョンウォン出てきましたけれども、どうでしたかね。ディエゴさん久しぶりに出てきて、まあ、3バックというかね、まあ、攻めに出ないといけない状態で、センターバック入ってきましたけれども、まあ、3点目のところは、結局コン・ギョンウォンのところの縦パスの、あれもそんなに強引につける必要なかったんじゃないかなというふうには思うんですけど、まあ、あれはね、ディエゴのせいにするのは確かにちょっと酷だし、石毛のせいにするのも酷なんですけど、絶対に起こしてはいけないミスだったかなというふうには思うんで、そこにまあ関与はしてしまったのかなというふうには思いますね。はい。で、倉田、まあ、倉田一本、誰だったっけ、遠山に出したパスなんかは、まあ、いいパス出したなっていうところですし、まあ、精力的に動いたかなというふうには思うんですけど、まあ、ちょっとなかなかね、ゴールというところには結びつかなかったかなというところですね。で、福田優也も右サイド出てましたけれども、まあ、荻原に対してっていうところで言うと、もっと1対1のところは、福田も磨いていかないと、このままだとちょっと厳しいかなというふうに思いましたね。なかなか相手に1対1、疲れてる相手に対しても勝ててないっていうのは、こういうしかもドリブルタイプの選手っていうのは、勝たないとあっこはダメですよ。はい。で、石毛は後半から出場ということで、まあ、インサイドハーフ入りましたけれども、そうですね。3点目の失点シーン、あれはまあ痛かったなというふうに思いますけど、まあ、あれもだから石毛だけの責任ではないし、そのディエゴに対してもらいに行ったのが石毛だけだったっていうところで、まあ、石毛が落として、山本駅でひっくり返すとかだったんですけど、まあ、あのプレーは、まあ、絶対にミスしてはいけないプレーだったかなと、いうふうに思いましたね。難しいところですね。あれをだから、交代選手とかやってしまってっていうところですよね。はい。そして、遠山。遠山シュート、まあ、公式だと1本になったと思うんですけど、多分、2本あったと思うんですよね。あの、ボレーのシュートと、山本育からのクロスでも、ペナルティーの中でもあれば合わせたシュートあるんですけど、どっちも爆発してますよね。そこかな。正直もう、こんなに、多分、出場機会って、この先そんなにないと思うんですよ。遠山に関して言うと。で、本当に1個のチャンスとかをどれだけちゃんと決めれるかとか、枠の中に入れるかっていうところで、大きく評価が変わってくるので、まあ若い選手でこれからの選手ではあるんですけれども、ああいうシーンはきっちりこう枠の中に入れるっていうのを、まあどれだけチャンスをね、ものにするかっていうところが本当に、まあこれ後のプロキャリアで大きく変わってくるかなと思うので、まあこういうところでもしっかり決めていかないと厳しいかなというふうに思うし、まあ正直ジェバリがね、もう限界がちょっと、来てるので、まあジェバリに代わる活躍をね、まあ遠山とかには本当してほしいなというふうに思いましたね。はい。いや、もうちょっとしんどいですね。もうこれぐらいでちょっと終わっときましょう。はい。もう言い出したら本当にキリがないので、まあなんとかね、ちょっと本当に久しぶりにちょっと勝ちましょう。勝たないと、やっぱりこの空気は変えれないかなというふうに思うので、なんとかね、ちょっと次の、試合ですね。次は FC 東京戦かな。FC 東京戦が次また待ってますので、また次の試合でですね、我慢のちょっと勝利を、つかめるように、やっていきましょう。はい。ということでね、本日の動画は以上となります。もし動画の内容いいなと思ったら、ぜひ、いいねボタンと、チャンネル登録、そして、コメント、頑張るサポーターの方から、コメントいただけると非常に嬉しいです。はい。じゃあ、ありがとうございました。